皆さんこんばんは、濱家の剣持です。今日はこちらの方、昨日に引き続きファクトリー 900FA160 のホワイト、こちらをですねクリアレンズにしたらどうなるのかというのを実際にご覧いただきたいと思います。まずはこちらの方のブラックとホワイト、どんな風に印象が変わってくるのかご覧いただきましょう。まずはブラックなんですけれども、こちらですね、クリアレンズにしてるわけではなくて、実はレンズを外した状態になっています。クリアレンズにしたらどんな印象になるのかというのをイメージしながら見ていただければと思います。まずブラック、このような印象になります。もともとですね、某芸能人の方が使っていただいてますので、すでに皆さん見慣れたアイテムかと思うんですけども、このような印象のアイテムになっています。160自体がですね、かなりインパクトの強い存在感のあるフレームになっていますので、まあ、目力を発揮するようなそういうアイテムになっています。これがですねホワイトになるとですね、このような印象になります。もともとフレームのですね、存在感のあるアイテムになっていますので、さらにホワイト、印象度がですねかなり強くなってきます。個人的にはですね、結構ホワイトでクリアレンズどうかなというふうにちょっと心配していたんですけれども、個人的には結構ありじゃないかなというふうに感じています。こちらの方、ただ好き嫌いかなり分かれてくるアイテムだと思いますので、ないなという方と、お、これあるなっていう方、結構、分かれてくるかなというふうに感じています。ただ、こちらの方ホワイトをかける場合はですね、やはりこの存在感と色ということもありますので、周りの方々から、結構いろんなこと言われるかなという、まあ、そういうのが楽しみだったりはするんですけれども、ちょっとそういうのは出てくると思います。ただこのアイテム自体がですね、かけることによってその人の個性を形作ってくるという、そういうアイテムになってくるかと思いますので、ぜひ楽しみながらかけていただける方には、チャレンジしていただきたいアイテムだと思います。まあ、クリアレンズ、こちらの方少し一色を入れるとかですね、ちょっと日の出を加えた方がより使いやすいアイテムだとは思うんですが、非常に魅力的なフレームとなっております。本日ご紹介しましたのはファクトリー 900FA160 のホワイトです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。